皆さんこんばんは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間最後までぜひお付き合いください。ということでですね、今日もつながるラジオを始めさせていただきたいと思います。私今ふと思ったんですけどね、ちょっとこの5時半からスタートする番組なんですけど、まあ、沖縄で放送されてるんですけど、私今青森県に住んでるんですよ。なのでまあ収録っていう形で毎週お届けをしているんですけど、で青森県はもうこの5時半の時間はですね、暗いんですよ。この時期もうちょうどもう11月ね、今日は5日もう11月入りましたけど、5時半だともうまあまあ暗いんです。もう夜っていう感じに近い、うん、ちょっとまあお日様夕暮れが遠くにちょっと残ってるかなぐらいな感じなんですよ。でふと思ったっていうのは、あれ沖縄でこれ放送してるけど、沖縄ってもしかしてこんばんはじゃないのかもってちょっと思ってですね、調べたら沖縄この11月の日の入りって大体5時半ぐらいなんですね。で青森また大体4時半ぐらいなんですよ。これ1時間も違うんだと思って、これ5時半で日の入りだったらまだこんにちはですよね多分っていう風にちょっと思ってですね、まあでも青森に住んでるんで、まあ、ちょっとこんばんはで行っちゃいますけど、これからも切り替わった時とか、やっぱこのなんですか、季節のこの境目っていうんですかね、難しいですねこの挨拶。なんか決まり事あるんですかね。ちょっとあんまり気にしてなかったんですけど、ちょっと今日急に気になっちゃって、一応この番組では5時半はこんばんはで行きたいなと思いますね。はい、メッセージもですね募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、797@fmginowan.com です。お気軽にメッセージをお寄せをいただければと思います。はい、そうですね、今の青森県はですねもう紅葉もだいぶ終わりがけですね。うん、もう山は真っ赤っかからちょっとこう茶色っぽくなってきてる感じなんで、うん、もうだいぶ終わってきてるなというのと、もう11月入ったんでね、本当に冬の支度をしないといけないなっていう、そんな感覚に、多分週を追うごとにどんどん襲われてくるって感じですね。だいたい11月になったらタイヤ履き替える、まあ、先週の放送かなで、なんかそういう冬支度みたいな話も少ししたんですけど、まだちょっと自分はやらないですけどね、まあ、11月中にやっぱり皆さんやりますね。雪は1回11月に多分降るかなって例年だと思ってるんですけど、でも結構ねやっぱ今年あったかいんですよね青森県も。この今週ですね、今週でもやっぱ20度近くまで最高気温上がってますし、なんか22、3度の時もあったんじゃなかったかな。あんまなんかそういうの考えられないというか、夜はねもう寒いっていうか、まあフリース僕は着てるんですけど、フリースでちょうどいいかなぐらいなんですけどね、だいぶ寒くはなってきてるけど、日中はまだ日が当たると結構暑いというか、まあフリースだと確実に暑いですね格好が難しいです。すごい格好が難しいっていう感じなんですけどね。はい、でまあそんな感じでちょっと始めていきましょうかね。はい、今日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、
Facebook ページからお問い合わせください。はい、お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、まず最近ちょっと自分に起きたことというか、まあ、今の気持ちみたいなお話をなんか何の話だって感じですけどね、ちょっとしようかなと思ってるんですけど、まずはね、うん、その後本題に入ろうと思います。この番組でも2回ぐらいちょっと取り上げさせていただいたんですけど、取り上げさせていただいたというか私が勝手に喋ったんですけど、私は SKE48 っていうアイドルグループが好きなんですよ。で、その中でも、好きなメンバーさんがいて、まあ、日高優月さんっていう方が私は好きなんですけど、その方の、まあ、SKE のライブを見に行ったよみたいな話をですね、過去2回ちょっとさせていただいてます、うん、で SKE 絡みの話をしてますので、もしご興味がある方はですね、つながるラジオの YouTube チャンネル、つながるラジオで YouTube 検索していただけるとチャンネル出てきますので、その中で過去のアーカイブ残ってますんでですね、もしよろしければ見てみてください。はい、その日高優月さんがですね、ちょうど10月の31日をもって、まあ、ご卒業されたんですよ、うん、で、まあ、それがですね、まあ、今日11月5日の放送なんですけど、収録してるのは実は11月1日なんですよ。まあ、なんで今リアルタイムで言うと、僕の時系列で言うと、まあ、昨日卒業してるんですよね、うん、昨日の今日なんで、まあ、今の感情っていうと、すんごい複雑なんです今まあ市場持ち込むなって話なんですけど、でもやっぱりね、自分としても結構初めての経験で、そういうアイドルさんをこう少し応援して、その方が卒業されるっていうのは初めての経験なので、やっぱりですね、なんとなくこう、って感じなんですよねで、まあ、その方は、卒業されたら一般も芸能界っていうところにはもう席を置かずに、まあ、一般の方になられるっていうことをおっしゃってたので、ああそうなんだと、まあ、ずっと11年間アイドル活動を続けて、そこからもう本当10代のね、本当に、高校中学校3年生ぐらいから続けられてるわけなんで、今25歳なわけですよ、で自分の身に考えて置き換えてみたときに、ああそうかと、11から働き始めて、まあ、社会人になっていくわけですよね。で25歳で、まあ、その芸能のお仕事を辞めると、でその一般のお仕事に多分疲れるんじゃないかと思うんですけど、わかんないですよ。その時になんかどういうことが自分だったら不安なのかなっていうのをちょっとやっぱ考えたりしたんですよ、うん、でなんかいろいろサイトとか見ててですね、どういうのが今のそういう若い子が必要としてるのかなみたいなのをちょっといろいろ検索してたんですよね、うん、で今日の本題です。そこでちょっと見つけたサイトがあってですね、そこのサイトのお話をちょっとしようと思うんですけど、まあ、何かというと、おじさんビジネス用語。おじさんビジネス用語。私今42なんですよ。42歳。で、まあおじさんですよ。で、おじさんビジネス用語が、その今の若い世代の方がわからなくて困ってるってっていうことを、まあ、まとめているサイトをちょっとたまたま見かけたので、ちょっとこれをちょっとご紹介しながらですね、今日の話、おじさんビジネス用語の話をしていきたいなというふうに思います。まあ結構これ衝撃を受けたんですよね、これ見て。サイトはですね、つながるラジオのではちょっと概要欄貼っときますね、これが知りたかったっていうサイトをちょっと今ですね、知りたい情報プラスアルファをお届けしますっていうサイトのですね、おじさんビジネス用語の意味一覧っていうのをちょっとまとめていただいているので、こちらをちょっと見ながらですね、私の方でちょっとお話をしていきたいと思うんですけど、まず私めちゃめちゃこれ使ってるなっていう言葉ばっかりだったんですよ、この中のやつで。私ずっとユニクロで店長をやってた人間なんで、どちらかというとオフィスワーカーっていうよりは、まあ、お店の人間っていう感じで働いてたんですけど、
38ぐらいかなの時に、まあ、転職をしていて、でその時に、まあ、お店のビジネスの方から全然違う業界の方に、いわゆるこう事務的なオフィスワーカー的な方に行ったんですよ、うん、だからその、オフィスワーカーになった時に結構衝撃を受けたこともあって、その時まで知らなかった言葉もこの今から紹介する中にめちゃくちゃ含まれてますまずですね、一つ目いきましょうか、うん、これね僕も最初分かんなかったな。交通整理でも結構ね、この意味知ってからはめちゃめちゃ自分も使ってるんですよ。未だに使う。あの意味としてはなんかこう結構複雑に事情が絡まっちゃったりとか、まあ、プロセスが複雑に絡まっちゃったりとかすると、一回それを交通整理しようよみたいな、まあ、整理整頓して、誰がどんな役割を持ってとか、誰に何を振ろうかみたいな、うん、これ振るっていうのもね、ビジネス用語、あおりさんビジネス用語らしいんですけどなんかね、もうちょっとうまく使えないねこれ交通整理ってまあまあそういった意味ですよ。なんか整理してちゃんとあの並べ替えしようねみたいな、そういう意味ですよね。交通整理ってね、一番最初に確かにオフィスワーカーになった時ですよ。あの同僚の方からね、そういうふうに、あ、これ一体交通整理した方がいいかもねとか言われて、え、なんで交通整理すんのみたいな、もうマジのやつだと思ってますからこっちねなんで俺がみたいな風に思った記憶があるんですけどね。でも意味が分かってから、全然ニュアンスではね、その後こう文脈で分かったから意味が、うん、その後は便利な言葉だなと思って結構使ってたんですけど、交通整理ってね、ビジネスおじさんビジネス用語なんですって皆さん。ああ、ショック。あと、これはめちゃめちゃ僕も使ってるな。あの、行ってこい。これは未だに普通に僕使いますね。行ってこい。まあ、なんすかね。結構いろんな意味でも使ってますね、僕の場合は。まあ、あの、行ってこい。まあ、売り上げが立って、経費で差っ引かれて、結局、差し引きゼロみたいな。なんで、売り上げと儲けがほとんどないじゃん、みたいな。行ってこいで、それって、どうなのとかで、あの売り上げにならないじゃんみたいな、自分のところに利益残らないじゃんっていう風な意味でも行ってこい使うし、うん、まあなんか相殺されるっていうのかな、あのこちらのサイトでは相殺するっていういいニュアンスもね、うん、載せてらっしゃいますけど、確かに相殺するみたいな意味でも使いますね、行ってこい、うん、で単純に物理的なこともありでも使えますよね。青森まで行ってこいでいくらでとかって、例えばですよ、電車乗るときに、青森市から八戸市まで行ってこいでいくらかなとか、うん、それってまあ往復でって意味なんですけど、自分の中ではですよ、うん、それも使うし、往復でって言えよってことなんですよ、多分若者からするとねだからおっさんなんだろうな、うん、行ってこいも使うな、使ってます。でこれ次のはね、僕あんま使わないですね。えいやで取り掛かるみたいなね、これ確か聞いたことありますよね、聞いたことあるわえいやって言われてもね、それえいやでちょっとなんとかしてよとか多分若者言われても、えいやでってえいやでって言われてもなるわな、わかんないわな。まあなんですかね、これ精神論的な感じですよね。このエイヤって意味はね、うん。精神論でっていう、だから気合で、みたいな。もう勢いでやっつけちまおう、みたいな。そういう時はもうエイヤでってね、うん。いや、やっつけ仕事。やっつけ仕事ももしかしておじさんなのかな。なんか言うことすべてがおじさん用語に聞こえてきた。えいや。僕はあんま使わないですけど、聞きはしますね。えいや。あと、これもビジネスの世界だとあんまり僕は聞いたことないですけど、一丁目一番地。一丁目一番地。ただ、おじさんだと意味わかりますよね。僕、これ意味はわかりました。知ってました。一丁目一番地。まず最初にやろうみたいなことですよね。うん、あとはこのそれのこうなんかプロジェクトの中の軸にするとか、プロジェクトの中の一番の中心になっているものとかでも、一丁目一番地で、こちらのサイトでもね、解説されてましたけど、
どちらかというと僕その政治の世界で聞いたことがある国会の答弁とか、うん、そういうので、政策の一丁目一番地にするみたいな、そういう使い方で演説でされているのをよく聞いたことがあるので意味は分かってました。まあ、確かに自分で一丁目一番地っていうのは使わないですけど、うん、まあ、これ確かにちょっとおじさんっぽいかなと。エイヤとかね、一丁目一番地とかはちょっと確かおじさんっぽいかもしれないなと思いますね。はい。あと、これも自分はあんまり使わないけど、確かによく聞く言葉です、これは。ガラガラポン。ガラガラポン。なんかもうそれ一回さ、ガラガラポンしちゃってさ、もうそれで一回ガラガラポンした方がいいよみたいな、そういう使い方ですよね。あんまり例がうまくないけど、うん、まあ、意味としては一回こうさらちにして、まっさらな白紙の状態に戻して、もう一回線引きし直しましょうねみたいな、そういう意味ですよね。うん、うん、そうですね。うん、組織役割とかを全面的に再編したり入れ替えたりすることを指すってこちらのサイトでもおっしゃってます。まあ、大体そういうことですよね。うん、一回なんか白紙に戻して、やり直しましょうみたいな、うん、意味をこの一回ガラガラポンするみたいな、うん、まあ、もう聞きますね。全然聞くな。うん、でもこれは若者わかんないね。まずガラガラポンって、うん、確かに昭和だもんね、なんか昭和だもんね。確かにな。あと次ですね。あ、これ自分使ってるわ。ガッチャンコ。ガッチャンコ。まあ意味としてはまあそのままですよ。合体させるとか、2枚のものを1枚にするっていう時でもガッチャンコだし、あとはプロジェクトを、2つのプロジェクトで共通なところがあったらそれをこう統合しちゃいましょうみたいなことの時もガッチャンコっていうし、ガッチャンコってなんかね、こちらとしてはですよ、ちょっと言い訳させてください、使ってる身としてね、こちらとしては分かりやすくしたいわけですよ、なんか意味をね。なんか今みたいに説明した方が分かりやすいんでしょう。確かに。その方が分かりやすいと思うんですけど、こちらなりにもこう分かりやすくしたいっていう、そういう気持ちと、柔らかくしたいっていうんですか、うん、そういう配慮があるんですよ、相手に対してっていうのは、ちょっと気持ちとしては分かってもらいたい。おじさんの訴えとして。ガッチャンコ、これ使ってるわ。ガッチャンコで今ね、このガッチャンコの説明的にこう2枚のものを1枚の紙にまとめ直すって時も、まあ、ガッチャンコしてとかっていうね、使い方を私しますって言いましたけど、そもそもペライチにするって、ペライチでちょっと書面出してとか、ペライチでちょっと出してもらえないと、ペライチでいいからとか、これめちゃめちゃ聞きますよね。自分でも使うし、なんでその2枚を1枚するときにペライチにするみたいなことも言うし、でもこのペライチもね、あれなんですって、おじさんビジネス用語なんですって。これはなんかツイッター QX、 あ、Q は逆だ、 XQ ツイッターで僕拝見したんですけど、ペライチだってあれじゃないですか、ペライチっていうサイトもあるんですよ、ホームページの作成サイト、制作サイト、ペライチ。全然わ使ってましたけどね、ペライチ。わかんない若者やっぱいるんでしょうね、きっと。そう、X で取り上げられてたくらいだから。ああ、ペライチも使えないんだ、と。まあ、使えないっていうか、まあ、すんなり意味は通らないことがあるっていうことだと思うんですけどね。結構ショックですよね。なんかほとんど自分が使ってることの半分ぐらいは、もしかして若者には伝わらないかもしれないと思うと、あ、なんかすげえ、恐ろしいなと。だって若者と仕事していくこと絶対あるわけですから。こちらが気をつけないとね、いけないことも多いですよね。次行きましょうか。絵に描いた餅。これも結構じゃないけど、まあ、使うなぁ。
絵に描いた餅、まあね、おじさんとかの皆さんも説明不要かなと思うんですけど、そのままちょっとそのサイトでまとめてくださってるんで読みますね。目標は立派だがそこにたどり着けない状態や実行性が乏しい計画を見たおっさんが発するフレーズ絵文字とも呼ぶ大案は出てこないことが多い確かに確かにね、これあの X のですね、とあるコンサルタントさんっていうね、あの X があるみたいで、そこを引用されてね、ここでまとめられてますけど、これ面白いですね。大案は出てこないことが多いでしょうね、絵に描いた餅だからね、絵に描いた餅、確かにね、面白い。次行きましょうか。これ使ってるわ。ボールを持つ、これ僕めちゃくちゃ使うわ。これもちょっとそのとあるコンサルタントさんのね X のこの用語解説そのまままず読み上げましょうか。自分がタスクや連絡を入れる義務を持っている状態、またその様、例、今は誰々さんがボールを持っているからそれが帰ってくるの待ってるんだよ、うん、実態はボールではなく次元爆弾であるそうなんですよね、わかる。これね、ちょっと良くないけど、ちょっと責任は自分に今はないっていうことをちょっと強めに主張するときにやっぱ使いがち、うん、だからこの実態はボールではなく次元爆弾であるっていうのは、うん、結構的確な表現かもしれないですね、うん、上手だなと思いますまあ、要は、まあ、ボールを持つっていうのはね、まあ、今誰に今あのなんすかね、役割の回答権が来ているかみたいな状態を指す言葉なんですけど、うん、そうですね、責任逃れの、まあ、官僚的な組織の時は多いかもしれない、うん、でやっぱ分かりやすい、まあ、まあでも若者には分かりづらいのか、ボールが持ってる状態、今ボールを手放してる、私からはもうボール手放してますって、あの誰々さん投げてるんで、投げるもね、なんかビジネス、おっさんビジネス用語らしいんですけど、投げるもダメらしいですからね、まあ、誰、私に今ないですと、私にが今回答する番ではないですみたいな、うん、よく LINE とかね、メールとかそのチャットとかそれ系でね、こちらから一度相手に側にお渡しをして、その回答をお待ちしてますっていう状態の時によく使いますよね、うん、あ、気をつけよう、ボールを持つこれめちゃめちゃ使ってた、うん、でその次投げるね、今も出ましたけど投げる、何かを送る、何かを依頼するなどの時に使うと、うん、おっさんは大概のものを投げることができる、メールを投げる、仕事も投げる、サジを投げるあ、これグーの根も出ないってやつですかね、これ、これもちょっと古い言葉なのかな、グーの根も出ないいやー、メールを投げる言いますね、仕事も投げる言いますね、あの委託するとかね、あの業務委託する、アウトソーシングする、外部委託する、その時も投げる、あとは、まあ、会社内の中でも担当部署に投げる最終的にはもう丸ごと投げちゃうありますね、投げる、これじゃ投げるっていう言葉じゃない以外どうやって使ったらいいんだろう、委託するとかやっぱりちゃんと使うのかな、逆に若者がどういうふうに言うのかっていうのをちょっと知りたいな、投げるは使ってた、うん、いや、ほんと。あと、まあ、このあたりで最後にしようかな。なるはや、なるべく早くを略してなるはや、それすら略すほど早くしろという、言葉の意味以外のね、それ以外に意味がありますと。たまに ASAP を使うおっさんもいるけど、意味は同じ。
ASAP ね。ASAP の方が若者使うのかな。As soon as possible ってことですよね。可能な限り早くと。うん、あれかな。FYI とかもじゃ使えないのかな。どうなんだろう。For your information。あなた宛てですみたいなね。うん、共有ですみたいな意味ですけど。いやー、なるはやは使ってるなー。なるはやでーとか。なるべく早くって言えばいいんですよね。そうだよね。うん、確かに。ってな感じでですね。おっさん PS 用語、まだまだね、ありますんで、ぜひですね、こちらの、サイトとかね、おっさんビジネス用語、おじさんビジネス用語なんかでね、検索かけてみてください。結構楽しいですよ。楽しいけど、ちょっとおじさんからすると悲しくもなる。うん、そんな感じでした。ということでですね、エンディングの時間となってまいりました。はい。今日はですね、自分の推しの卒業で、その推しがその後どうなっていくのかっていうことをちょっと憂いていたら、今の若者ってのはどんなことがビジネスの世界で気になるのかなと思ったらですね、おじさんビジネス用語がわからないっていう問題にぶち当たってるらしいということでですね、おじさんビジネス用語を、解説、紹介をしてまいりました。はい。いかがでしたでしょうか。毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。YouTube でご覧の皆様、画面上に QR コードございます。毎日ですね、いろんな情報発信とかもさせていただいております。ノートとかですね、あとは Facebook、もちろんこの YouTube、 つながるラジオの YouTube も、こちらの方から登録可能でございますのでですね、過去にいろんな話してます。いろんな職歴をちょっと経験したもので、いろんなこともですね話しております。よろしければご登録の方もお待ちしております。はい、それではまた来週ですね、この時間にお会いいたしましょう。また来週です。ありがとうございました。失礼いたします。